憲法で義務教育は無償となっています。でも実際は1年間小学校で10万円、中学校で17万円学習費用がかかっています。そのうち約5万円が給食費。給食には食育の役割があり、本来無償化にすべきです。しかし全国1718市町村のうち無償化を実施しているのは約3割。人口が多いからできない、予算がないからできないなんて聞きますが、人口20万人以上の都市でも給食費無償化が実現できています。あなたの街ではどうですか？